磯街道桶川塾、河原の慶天宝六の八年、京西栄泉が簡素な家の庭先で、麦の宝庫ぐ農夫に、旅人が日川天馬神社への道を訪ねている。桶川塾の北に広がる湿潤な河原に暮らす、庶民を描いた一図である。桶川塾は、日本の近世にあたる江戸時代に整備され、栄えていた、宿場町。中仙道六十九時のうち江戸、 日本橋から数えて6番目の宿場。所在地は、江戸期には、東海道武蔵区に足立区に川号区に足立現在の埼玉県桶川市にあたる。そこそこの荷物を抱えて、江戸、日本橋を出立した旅人がおよそ1日、歩き通して、日暮れ時を迎え、宿を求めるのがここ桶川あたりであったとされる。桶川の地名の由来については、諸説ある。 最も有力なのは沖川説で沖を広々とした田畑の意図し、その方向である沖川が点火したとするもの。他にも湿地が多い土地柄で東に芝川、南に鴨川の水源があることから川が起こる井で沖川とする説などがある。この地名、沖川が初めて文献に現れるのは観能三年足利高氏が 家臣に当てた下し組みであり、そこには、武蔵国足立群桶川郷内、菅谷村とある。日本橋から距離にして十里十四町と、ちょうどそれは、江戸を出発した旅人が一日で歩く道程と、おおよそ等しく、江戸方に一つ手前の上尾軸とともに、宿場町として、絶好の位置にあったと言える。また、この距離は、古マラソンともほぼ同じである。桶川塾は、 官営12年に設置された。当初わずか58件に過ぎなかった、宿内や数は中仙道ものと言われた紅花等の染料や食用農作物の集産地となっていた、天保14年頃には347件に達し、経済的にも文化的にも繁栄を見せている。他の宿場と比較する意味でも重要なのは、天保14年の記録であるが、 それによると、当時の桶川塾の規模は、宿内人口1444人、町並み9丁半、宿内課、数347件であった。本陣は1件、脇本陣は2件。深家が世襲した敷地面積1000坪余り、建坪ぼ200坪に及ぶ本陣は、当時の建物の一部が、個人宅として現存している。旗子は36件あり、 当時の建物を残して今日ある、竹村旅館はその中の一軒であった。加賀前竹をはじめとする参勤交代の大名の多くが、桶川塾の深川本人を常宿としていた。三戸藩第九代藩主、徳川成明が足跡を残していることも知られている。また、文久元年11月13日には、王女、和宮が、後部合体政作の一環で、徳川将軍、 家持ちの五代所として降下すべく、江戸へ下校の際、宿泊している。立花町の中仙道の町並み桶川塾は、近隣の村々で生産された農作物の集産地でもあった。大麦や干暑など食用農作物のほか、武州愛と呼ばれた染料の愛、桶川園児と呼ばれた紅花なども取引された。中でも紅花は、桶川塾を中心とした桶川法一帯で盛んに、 栽培され、最上紅花に次いで、全国、第2位の生産量を誇っていた。桶川里での紅花の栽培は、桶川郷内の上村の農家の七五郎が、江戸の小間物問屋、柳屋から、紅花の種を譲り受けて栽培したのが始まりであると、江戸の環状奉行の記録に記されている。では国最上群古と村山地方に比べて、気候温暖な桶川周辺の紅花は早く、 収穫できたため、紅花商人たちからは、早場者として喜ばれた。当時の流星は、稲荷神社の石道路や在地問屋の巣だけの古文書ベニ紅花仕入れ帳などの記録に残されている。宿場開設当初の寛永15年に58件であった、宿内や数は、天保14年には347件、人口も1444人に達し、その発展ぶりがうかがえる。 当時の取引価格は、タ,イタンあたりの米収穫量およそ2両に対し、紅花は倍の4両で取引され、幕末には、最上紅花を上回る相場で取引されていて、桶川は、紅花がもたらす富によって、大いに潤った。遠方の商人も集まるようになると、富と共に、文化ももたらされた。今も残る桶川祇園祭りの出汁の引き回しは経の、とから、祭り林は、 江戸から取り入れ、桶川で独自に発展した行事である。しかし、明治維新後は、科学的合成線量の導入などから衰退し、消滅した。現在の自治体である桶川市では、平成6年以来、発展をもたらした紅花を蘇らせ、町づくりのシンボルとする紅花の里づくり事業を展開している。なお、鉄道と駅は、 明治18年3月1日の日本鉄道、品川赤羽支線開業に始まる。戦国の与田田中の工事3年の回帰と伝える、総当州大雲寺は、宿場町の西の外れに位置している。その境内には、女郎会地蔵と呼ばれる一体の地蔵菩薩が鎮座する。賑わいのある宿場なら多くがそうであるが、ここ、桶川の宿にもいい森女が、大勢いて、助食に溺れる。 男たちを、いいもりはたごに引き入れていた。そのような町で、土地のお地蔵様が女を買いに出かけているらしいとの、噂が立った。それを耳にした寺の住職は困り果てたが一計を、暗示、普段の地蔵の背にかすがいを打ちつけ、鎖で縛って動けなくしてしまったとのことである。さても不思議な話ではあるが、実のところは、一人のいいもりに熱を上げ、通い詰めた若い層にまつわる。 小さな事件の顛末であったらしい。坊主頭を布で隠して、人目を忍ぐ様子の、この若者を怪しんでいた、ある人が、その後をつけてみたところ、最後に、大文字の中へ帰っていったというのである。このことを知らされた住職は、必ず見つけ出して仕置きすると約束をした。すると、次の日になって、かすがイと鎖で動きを封じられたお地蔵様が立っていたのである。 住職は煩悩を大きい若い層に、その罪を地蔵菩薩に被っていただくゆえ、以後は心を入れ替えて精進するよう悟し、一見を落着させたのに違いない。地蔵の背には今もかすがいが残っている。京川学校現在も宿場当時の蔵造りの建物の町並みが残り、文化財に指定されている建物もある。また、桶川では古くから観婚葬祭の折に、 手打ちうどんを振る舞う風習があった。今日も手打ちうどんの会などの活動があり、中仙道沿いに数軒のうどん屋がある。中仙道より奥に入ったところにある。2機の石道路があり、これは、紅花商人24名が寄進したものである。また、拝殿に向かって、右側には、重さ日本一と言われる力石である。長さ1.25メートル、幅0.76メートル、 重さ6 1 0ラムの大盤石がある。石には、海江5年2月岩月三の宮宇之助持ちの都の名があり、これは江戸の地から持ち三の宮宇之助が海江5年に持ち上げたことを記念し伝えるものである。上述した稲荷神社の境内にある薬毛神社の霊祭。この社は中仙道沿いにあった神社が一時的に再開発の妨げになるとの事情から、 明治9年、稲荷神社境内へ移転されたものである。農作物集散地、紅花の節、及び、別項目、桶川祇園祭も、参照のこと。その後、明治22年4月1日に、大谷寮町、谷村、上秀屋村、下秀屋村と合併し、北足郡桶川町となった。中仙道69時の内桶川宿桶川市及び、名所、 急席、ありがとうございます。